阿部学 FM。 どうも、はい、ということで今週もはい、火曜日が来てしまったってことしか、ね、火曜日が来ました、はい、なんかもう最近一緒だから芸人コンビになったみたいな。ちょっと名前言うところで最初にいつも名前言わないで言っちゃうからね。そうですね、はい、じゃあ本日のね、はい、MC をさせていただきます、大丈夫ですか、いいですか、はい、私が、スマップの木村拓哉です。バカ者。いつも通り、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、お笑い芸人ポエム火災です。ねえ、もう最近こんな髪になっちゃってるんですよ。そうですね、はい、そしてで私が、今日は管理人ですかね、今日はね、管理人わかんないですけどね、管理人で、はい、はい、ボーイ系ボーカリスト阿部学です、よろしくお願いします。はい、ね、この2人で毎週火曜日はやっとるんですけれども、はいはい、最近どうですか、先週から今週にかけて何かありました、ね、先週から今週にかけて、先週はだからさっきもちょっと楽屋で話したんですけど、なんか、ね、あんまりプロレスをそんなに見る方じゃないんですけど、はい、先週はなんかたまたま2回も見てしまったという。あら、そうですか。そうなんです。どこ、何と何見たんですか。いや、よくわかんないですけどね。見に行きたくて見に行ったんじゃないですか。まあまあいろいろあるんですよ、付き合いがね。付き合いで行ったんですか。そうです。あ、じゃあ、あんまプロレスのそのなんか、応援してる選手がいるとか、そういうのではなく、名前を知ってるとかそういうのじゃなくて、で逆に言うと、あのなんだっけ、解説してたブル中野さんを一番知ってたっていう。あ、ブルさん。ブルさん解説してた、解説してますよね。すごく、あ、でも豪華ですね、はい、そのブルさんは、はいはい、あ、ということはあの時かもしれないですね。そうです、僕も分かるもんね。あの時です、あの海老原先生が、そうです、そうです。ブル中野さんにマイチングポーズさせてた。そうそれです、その時です。その時俺もいました。あ、やっぱそうですか、はいはい、もう詳しい方はね、あの海老原先生の検索していただければで出てますからね。そうです、ね、はいはい、すごい、そんな、あ、そうそう、うん、まあ、僕はあれですね、まあ、SNS 見ていただいてる方はあるかもしれないですけど、うん、はいはい、ようやくバイクが来ましてですね、新しい。ようやく。何台目なの、はい、バイク。ああ、いや、でも8とか9ぐらいですかね。なんか壊れたとか、はい、そういうのもよく聞くもんね、バイクでね。あそこ壊れたの、動かないだのね。そうなんですよ、捕まったネタとかね、いろいろね。だいたい遅刻するときは僕青切符持ってきますから。ごめんなさいっつってね、小泉ちゃん頼むよ、本当にね。そうです、だからそれでようやく、だ、今までずっと僕原付き、30年前の原付き乗ったんですよ。30年前の原付きすごいね。はい、スーパーディオ2っていうね、うん、まあスーパーディオっていう、通称ディオ2っていう。スーパーカブじゃないの。スーパーカブではないですね、うん、あれほど丈夫じゃないんですけど、あ、だもう、ね、パーツがもう30年前のバイクだ、パーツがないですよ。あ、修理できないってこと。そうですね、メンテナンスできない。メンテナンスが今のやつをだから流用するとか、あ、そういう感じになっちゃって、マニアックだね、もうそれだけでかなりね。そうですね、あとはもうちょっと粗悪品って、まあ別にね、中国が悪いとかそういうのは言ってるわけじゃないですけど、うん、まああんまりちょっとね、粗悪な部品だけしか、うん、では言葉選んでるね。もう儲からないんで、日本のその国内メーカーが撤退してるんですよ、製造から、うんうん、あ、なるほど。だからもう直せないなと思って、いい加減、ね、でしょうがないからちょっと新しいの100コンドのもうちゃんとした大きいバイク買いました。おー、はい、155cc、ね、じゃあ今度乗せてもらわないといけないねって話で盛り上がってたんですけどね。そうですね、これ Facebook 上はね、みんな俺らだって SNS でさ、みんななんか乗せろ乗せろ乗せろ、そうだしさ、そうそう、前に乗る後ろに乗るとかね。そう、 前って多分俺のバイクだよそれっつって、そうそう、誰々さんが後ろ乗せて、じゃあ俺前乗るっつってね、じゃあ俺どこいるんだよっつって、レンタルかよとかっつってね、しまいには俺の膝の上のカフェとか言ってるやつもいたしさ、人のバイクで遊んでんじゃないよっつって、まあそんな一週間でございますよ。まあ、ね、だまあ、飽きはせずずっと、うん、楽しくやっておりましたんでね。本当です。はい、皆さんコロナ禍でもたった1週間内でね、これだけ結構面白いこといろいろあったもんだね。そうですね、うん、まあ、だからプロレス2回なんかあんま見ないですね。見ないね、見ないね。プロレス好きでもないのにね、しかも。見ないね、そう。それなのに、うん、こうあるっていうのはまあなんかの面白いシアが、うん、次回ぜひね、うん、そこで何かやらかしたトークのね、本当ね、あればね、そつなくでも終わ、うん、プロレス終わったんですね。終わりました。そうですね。乱入してきましたとかそういうのはないですよ。乱入、そう、プロレス、なんだっけ、リングの上に乱入したとかそういうのはないです。ないです。普通に学さんなんかちょっと場外乱闘に巻き込まれたとか、ね、ないですね。ないのかい。ないのかい。ないのかい。まあまあそんな普段起こらない、それはもう日常でございますから ね、うん、はい、ということで、こちらの方の日常も参りましょう。はい、いきますよ。さあ今週も参ります。せーの、
アメガク FM。伝えきれない思い抱いてあげるよ、もっともっと欲しくて、はい、お待たせしました。ます、はい、今週も来ました、阿部学 FM、はい、この番組は毎回ボーイ系ボーカリストの阿部学さんに関係の深い、ゲスト様をお呼びし、楽しいゲストトークを広げ、笑いあり音楽あり歌ってみたありの50分トーク番組となっておりますよ。はい、はい、今回この番組へのコメントはツイッターの、アズパン、あとアズパン FM、AZPANFM ですね、こちらのツイッター、アカウントでですね、ただいま阿部学 FM 放送中でツイートありますので、こちらにコメントしていただくか、ハッシュタグ、阿部学 FM をつけてつぶやいていただければ拾うことができますので、うん、ぜひコメントお願いしますよ。お願いします。はい、ということになってます。 Facebook ライブもやってます、はい、ああそうですね、今、はい、こちらの方でやっておりますんで、マサタンが荒らしてます。荒らしちゃダメですよ、ね、マサタン駆逐に来てくださいって、もう、ていうかマサタンって誰だよって多分みんな思ってますよね。はい、そしてですね、うん、こちらです。そうです、こちらのスタジオはですね、うん、よいしょ、トレイルフレッシュということで、ね、はい、こちらの今、まあ、あれあるかあるかあれあるあるか、うん、ありますよね、うん、あるよね、あ、そっち、あ、そっち、あ、こっちだ、こっちにあります。今日ちょっと場所が違いましたね、違ってましたね、はい、はい、こちら、スタジオの中とこちらのトレイルフレッシュで、オゾン、低濃度オゾンのね発生器でございます。こちらで、除菌脱臭をしておりますので、安全でね、このアクリル板1枚でね、そうです、安心して、放送できるという状況になっておりますので、ぜひ皆さん、あの、気になる方はこちら、うん、トレイルフレッシュ、入れていただければたくさん出てきますのでね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、そして、こちら、あ、なんだっけなんだっけじゃない、はい、アズレ FM の方ではですね、こちら応援の会とかいろいろやっておりますのでね、うん、ぜひ、こちらの方もホームページの方もチェックしてください、詳しくはこちらアットマークアズパン FM、 もしくはこちらのね、うん、毎回俺これ下手くそなんだな。それぐらいアズレ FM で検索してください。ということで。前フリップネタとかやってなかったっけ？やってます。やってたよね。毎回、毎回外し、俺なんかぐちゃぐちゃってなって。だからやめたんだね。バレちゃった。はい、ということでございますんで。で、本日のゲストなんですね。ゲストは。いやいや、誰でしょうか。いや、だから俺はあの最初のこの台本ね、僕作ってるんですけどね。うん、そうですね、面白おじさんの。面白おじさん方って言おうと思うんですけど、肩書きが ね、はい、言おうとしたら面白おじさん、おじさんって言ったらちょっと抵抗感あるみたいな。そう、なんかさっき楽屋でちょっと僕俳優でっつって言われちゃったんで、はい、ということでちょうどご紹介するのは、俳優は俳優別にいいんですけど、それは、ね、そうです、俳優業もやってますから間違いではないんですけどもね、はい、ということで、本日のゲストは、俳優の竹村祐樹さんでございますので、はい、竹ちゃんです、竹ちゃんでございます。こちら曲の後に、ご紹介しますので、はい、ということで早速1曲いきましょう。いきましょう。はい、ではあさん、なんか今日もまたポエムさんが、うん、あのね、新しいバージョンを選んでくれたんですけど、いいですよ、ぜひ見てから。今もね、さっきもオープニングでも30秒くらい流れてるその By Your Side っていう曲、このね、アルバムの中に、アルバムじゃない CD の中に入ってる曲ですけれども、はい、これのライブバージョンを、ポエム先生が拾ってきてくれましたので、そちらをぜひ見ていただきたいと思います。見ていただき、それでは By Your Side ライブバージョンです、どうぞ。
いただきましたのが、阿部岳さんでバイアスサイドライブバージョンでございました。3、4年ぐらい前かな。あ、今のもっと前か、もっと前です、もちろんありますね、だいぶ前の。そうだね、気になる方は他の曲もチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、もう早速見ておりますけども、はい、面白おじさんです。はい、面白おじさんの竹村祐希です。はい、自分で言いましたよ。参っちゃうよ、だってそうするしかないじゃん。振る前に参っちゃう。参っちゃう。参っちゃう、参っちゃう。もう、いつからいや、なんか、普通になんか友達ん家の部屋で喋ってるんですよね。そうそう、もうね、スタッフの方もね、ちょっと多分まだね、この人、おもしろいさんですからね。マイクとか途中で切っちゃっていいですからね。やめて。はい、ということでね、俳優の、竹村さんでございますけども、どうぞ、なんか、はい、僕あの本日だゲストでね、竹村さんと聞いて、まあ、あのこう台本作る上でですね、はい、聞いたんです。なんかそう、俺も呼んでなかったんだけど、なんか違う、違ったね。俺がなんか無理やり無理くりなんかあの押しかけてきたみたいな。やりかねないから、正解なんですよ。イメージが崩れるからやめていただきます。イメージはそのままだと思いますけどね。はい、それだからその曲、うん、リクエスト曲とかありますかって、はい、だけなんです。はいはいはい、あ、今度、火曜日よろしくお願いします。あと、うん、番組の中で使いたいんで、リクエスト曲とか1曲教えてくださいって言ったんですよ。そしたらですね、
ね、うん、長々とめちゃめちゃ長い長文でまとえない、はい、そのそうリクエスト曲の思いみたいのを語られた後にですね、あの聞いてもいないこういうプロフィールみたいのを求められてから私出したんで、俺曲をって言ったのに自分のプロフィールバンバン送ってきてて、いやいやこういうのもありますよ、そう、しかもプロフィールの方が長いんですよ、めちゃくちゃ、だってこれね2ページにわたってプロフィールが、そう、俺だからちゃんとプリントアウトしてきてあげたんだよ、それで僕別にいいやと思ったんですけど、お手数をおかけしました、学さん優しいからちゃんとその送られてきたやつそのまんまちゃんと入れて見やすくちゃんとほら配置変えてちゃんと、どう思いますか、1曲なんか教えてくださいって LINE に対してこの2枚ですよ、てかすごいっすよ、やめてくださいって、本当にあと5回ぐらいよ、5回ぐらいよ、お願いしますよ、はい、そんなにね竹村さんでございますんでね、はい、ございましたらぜひねあのコメントいただければと思うんですけど、ね、お願いします、今日酒飲んでないみたいで、いや今日そう、ね、いつも酒飲んでやってるか、いや昼間飲んで、昼間飲んでですか、嘘ですよ、嘘ですか、いや今日は抜いてます、だったもん、今日は抜いてますって言うな、今じゃない、今日は抜いてますって言ってましたね、やべいつもは飲んでるんですよ、だって瓶ビール持って山手線乗る人だからすげえな、すごいよ、今いやそれもただのビンビールじゃないんだ、アブ3回で残ってるからってビンビール持ってそのままこうやって飲みながら山手線乗っていくんだあれはまあそういうね会がね、会合でなんか芸能の集まりみたいなアブ3回っていうのがあるんですけどね、そこに参加して、うん、あの余ったビール瓶持ってそのまま飲みながら山手線、80年代のチンピラでもそんな話しないですよそんなビール瓶武器見てるの、面白いおじさんなんだ、ちょっと覚えてないかも、覚えてないそれ飲みながら帰ったんですか、スルーしてくださいちょっと本当に俺のイメージあのね、だとそんなにイメージ気にするんだったら日頃から改めてくださいよ、いや私を知ってる人で見てる人いるんだから、ね、やめてくださいって、本当に今日もだからいろんなところでね、たけちゃん宣伝してるから、はい、いろんな人が見に来てくれる、そうですね、まあまあ相性です、見てくださいありがとうございます、はい、お手柔らかにお願いします。名前呼んであげたほうがいいんじゃないですか。名前呼んであげたほうがいいんじゃないですか。うん、小玉さんとか呼んでほしいんですか。小玉さん。知らない、誰だよ小玉さん。愛してるよ。愛してる。誰だよ。知らない。電波を使って鼓膜してんじゃないよ。今向こうでいやーって言ってた。いるんですか、ファンの人ですか。知ってるだろうお前。あの小玉さん。そうだよ。あの小玉さん。あの、はい、いやじゃあ、はい、あの小玉さんに声かけてですか。いや違う。LINE グループの中でやり取りをして。ちょっとね、やっててね、そんなもん知らない、まあまあ、見てる人知らないよ、そんなもん、いいんで知らなくて、近々お会いしますけど、はい、はい、まあじゃあ、今度はね、あのお酒飲んで来てくださいいや、お酒飲んだら入れない方がいいかもしれない、お酒何喋ってるか分かんないから、お酒そんな好きなんですか、ちゃんと大好き、大好き、めっちゃ大好き、すごい、なんか顔がシュッて、顔がシュッて、普段何飲んでんすか、じゃあ、普段、まあ、ビール、日本酒、山手線の中でビール。シチュエーションはね、電車の中で、いや、ね、ビール、日本酒とかハイボール、何でも飲むけど、まあ、まあ、とりあえずはビール糖なんで、うん、あ、ビールなんですか、飽きたら、はい、ハイボール、で、次に、最近ね、日本酒買ってるんですよ、日本酒をね、ちょっとあの炭酸じゃないですね、そこはね、はい、日本酒は何、それどっか全国から取り寄せてこう、そこまでじゃない、そこまでじゃない、いや、すっぽい、いや、すっぽい、大五郎で、いや、大五郎は焼酎だよ、大五郎は焼酎だよ、そっか、いや、狂月はうちにありますから、そうですか、なん下場、全部なんかやまあ、ね、美味しいですよ、美味しいし、俺も飲みます、うん、ビッグマンとか、俺も飲むよ、好きですけど、美味しいじゃん、でも次の日頭痛くなるよね、まあ飲み会も。いますけど、次の日がそんななんかお酒好きですっていうぐらいだから、なんかもっとこだわりあるの、俺もセレクトしていろんなところから、ね、これがこうでこうであでっていうそれ、いや、じゃあ何飲んですか、だって普通神は鬼殺しとかって鬼殺し、そっちおじさんイメージをつけたいみたいですね、ストローつけてこう飲んじゃうみたいな、いや、だってそうやって言うからね、じゃあこだわりあるんですか、ちょっとないです、ないのかいイメージつけるなみたいな言って、ないじゃん、だっておじさん、もうツッコミどころ満載だね、おじさん、本当にね、ないって言うからさ、いいですよ、いいですよ、そうですね、ビールはあれ、はい、じゃあビールは何派とかあるか、ビールは朝日、朝日、あ、そう、まあまあ他でもスーパードライですか、スーパードライ、おービール辛口のこだわりもありますね、こだわり、マイクタイソンがドライドライって古いな、だからそれがもう昭和なんだよおじさんって言うなって言っといて自分で言っちゃったよ、自分でやってるでしょ、振りだよ、多分振り、せめて福山雅治とか言ってたのそういうのちょっと聞いたことがあるんで、朝日スーパードライドライ
ジョイジョイ。オリオンビールとかどうですか？オリオン、あ、僕沖縄で、はい、時になりました、あの。ちょっと、おい、修学旅行の時に飲みました。わお。だからちょっと留年してたんかな。あの、ね、未成年者の飲酒は固く法律で禁止されてます。皆様真似しない。竹村さんは2年間留年して20歳で修学旅行に行ってるんでね。竹ちゃんもちょっとお帰りいただいていいですか。何言ってんだ。危ないんでもちょっとね、ちょっと危ない。留年はしてない。ちゃんと卒業した。イメージ悪いからやめろとか言ってる割には自分でボロ出すから。ボロ出してね。何にもないじゃない。もうしまっしまったしまったじゃないよ。しまったじゃないよ。どうすんだよ。やだよ。やだよ。じゃあなんかないですか、そのなんか、はい、いなんかそうだ、挽回でね、なんかじゃあもう俺なんかあったかな。おしゃれな、いやいやいや、おしゃれな趣味とかないですか。おしゃれそうそう、あのスーツはちょっと慎重ねして。あ、それおニューのスーツですか。これはちょっと違うんですよ。違うわ、ね、間に合わなくて。なんだよ。今日はあのこれ来てくれなくて、事務所が用意してくれたやつなんです。ああ、そうなんだ。いい事務所だね。それがちょっとちょっとね、もうすぐ出来上がりますんで。おしゃれな趣味ないですから。おしゃれ趣味だから、こう書いてあるじゃないですか、いろいろと。ああ、趣味ね。趣味。これは俺に渡す意味ないじゃないですか、この人。俺が触れって意味で言ってる。これあれじゃない、誰かに書いてもらってね。ごめんなさい。なんで俺に送ってきたの、じゃあこれ。趣味ですね。あ、趣味。書いてあるから、おしゃれじゃないです。趣味は。ダウジングとかタロット占いとか、これ、これだっておじさんイメージじゃないのにさ。ダウジングってなんだっけ。ダウジング。これですよ、なんか。ダウジング、これ。こういうやつですね。これでね、右回り、左回りあるんですよ、ね。はい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 。そういうの、ね。イエスの占うやつ。うん、ああ、それっぽくないな。俺もちょうど。それあれじゃない、酒飲みすぎててこう触れちゃってんだよ、こうやって。ちゃう？それは違う。たまちゃん、ちょっとね、飲んでねえから今日は。それも。ありかよ。あるんか。あるんか。やっぱりだとしたらそこ、ちょうどこの浅くね、スタジオの浅草橋、ちょっとそっち行った方の、なんか、下町のおじさんもできるよ、そしたらダウジング。そうだ、そっちいっぱい仲間いる。こうやってやってるおじさんにこれ持たせりゃいいんでしょ。いや、こうやってて、こうやってなるよ。もうええから。あるよ、かっこいいの、かっこいい趣味の。ダウジング歴長いよ。そうだよね、かっこいい。ね、ダウジングちょっとかっこいい。6年間やってるからね、うん、ダウザーとして。うん、あ、そうですか。もう6年はまあまあ、まあ、わかんないですけど、どのくらいがいいの。私がこんなになってるわけ。自称だ。ダウジングでどんなことやってるんですか。ダウジングで要は占うんすよ。占うやん。人はあんまり占わないですね。うん、あ、お姉ちゃんとかこうなんかこう、それでこう、いやだから俺のこと好きになるみたいな、そんな感じ。学さんはもうそっち持ってきたから。それはもう勘弁して。今日何食ったらええかなとか。あ、そんなの。私みたいな。今日飲み行った方がいいかな、やめといた方がいいかなとか。自分で決めるんですか。気分次第じゃねえかな。でなんか時々イエスとか、で同じことを言うと今度ノーとか言っちゃうんですよ。ノーってなったらじゃあどうしようかなって、それ俺に決めてんのみたいな。いやまさに言ってたんですよ。どういうこと。いやいやいや、じゃないよ。いやいや、なんかね、はっきりしないんですよ、答えが。ダウジングやってねえだろお前。やったことねえだろダウジング。やってる。やってますよ。やってます。大丈夫かな、6年でそれ。いやいや、でも6年間飲んでただけなんじゃないの。当たるときは当たるんです。いや、それはそうだよ、誰だってよ。右と左どっちか行けば当たるみたいなもんでしょ、そんなもんのか。じゃあちょっと違うの、違うの、違うの、なんかかっこいいのね。カメラのね、イメージよくのタロットもできる。カフェ通いとか。カフェ通いじゃないですか。カフェ通いだよ。いや、おしゃれじゃないですか、カフェ通い。なんでカフェ通うの。いや、酒が好きだ。違う。フロントじゃないですよ。たくさんお酒はいい。だからカフェがね、マイクルいいですね。コーヒー。あのコーヒーよ。あ、コーヒー好き。どんなコーヒー。アイスコーヒー大好き。ブレンディーとか言わないでね。大丈夫。ブレンディーうちになります。カフェイメージ予言者みたいな。だから出られてるんだ。インスタントコーヒーの名前やってますね。どこのカフェとかなんかあるんですか、その。じゃあこだわり。ゲローチェとか言うなよな。そんなことはない。カフェ巡りってね、この趣味で言ってるんですから。これは振りだからね、これ振りだからね。これはありますよ。好きなカフェどこなんですか。紹介してください。どこだっていいじゃないですか、ドトール。お、
さすが。金ちゃんと、まあ、ちょっとかすった、ね。いやでもかすったねちょっとね。でもこれほら趣味で書くぐらいですから、うん、事務所のプロフィールね、うん。ドトールでも実は違いとかお店によってあるかもしれない。あの高高のあのなんだっけ、ねはい、コンビニのアイスみたいな感じで、ね。そんなもんですよ。アイスマニアなのにコンビニのアイスが一番うめえって言ってるのと一緒。はいはい、なあアイスがドトールじゃあやっぱこだわりのドトールがあるんですか。こだわりのドトール。でもまあ別に金ちゃんでいいんじゃないもう二度と書くな壁ドめぐりとかよ。なんだもう全部ダメじゃねえかよ。ごめんなさい。ごめんなさいじゃないよ。ハッタリじゃねえか全部よ。すごいな。いいだって趣味いもういいよ読むよじゃん。毎日通ってんだからいいじゃん。趣味インターネットカフェ巡りスピリチュアル、うん、特技ダウジングタロット占いって、うん、じゃあインターネットは何ですよ。インターネットインターネット、うん、あちょっとエロサイトいますか。まあ政治が気になったらちょっと麻生太郎さんのね、はい、あれインターネットで検索してうわーなんで この人、うん、こういうちゃんとまあ、いややめとこ、ちょっとやめとこ、ちょっとね、とあの飲み屋で喋ってるわけじゃないから、ちゃんとマイクに向かってきちゃう、はい、ですね、そうですね、いろんなあの人に興味があるので、はいはいはい、テレビに出てる人、はい、インターネットを検索して、うん、あこの人こんなことやってんだな、え、なんでこの人こうやってんの、え、なんでこれが趣味なの、一手を見つめ合っていいから、この人、何、あの、何、どういう心情の持ち主だろうかな、とかをいろいろちょっとなんか調べたり芸能人を調べる芸能人というよりただのゴシップ記事を聞かせてあげない。やテレビでほら女子高生かよ。いやなんでこの人捕まったのかなとか女子高生なんだって。いやだってほら事件になったら気になりません。わかるよ。もうやってることがもうこの犯人ってどういう心情で。いや分かった。多分タケちゃんねそれやってるのは多分俺らもみんなやってると思うけどここに書くことじゃない。ないよな。プロフに書くレベルの話じゃねえな。もうそれはもう元ギャルのなんか主婦みたいなことやなねえ。はい、すいません。分かるよもうそんなもんさ。ちょっとね成長します。はい。2チャンネル書き込まないだけいいわ。じゃあ。いや2チャンネル書き込むんですか。じゃあインターネットって書いてあるからさ、なんかねディープウェブとかでさ、なんか人が見れないような HTTPS のなんか深いところにね、なんか記事を解析したいとか、ね、他人のパスワードをハッキングしたいとか、そういうのかと思ったの俺は。マニアックだ、ね。マニアックなことをやってるかと思ったら。普通のネットサーフィンやそれも。ネットサーフィンにもなってないです。芸能記事。そうだね。スマートニュースチェックしてる人。普通にただヤフーとか見てる見てるヤフーニュース見てる人ですよ。苦しいなんかなぜこれ以外ないですよ。じゃあこれもうじゃあこれ事務所のプロフィールなんですよね。おそらくね。そうですね。こうこれ書いてない、はい、こう最近やってますとか。くじ切ったりしますね。え何くじを切る。くじ切る。民票投射で民票投射開始決済戦なんなんだよ。あのちょっと悪魔とか、うん、そういう悪霊とか、はいはいはい、あまり、あ、スピリチュアルって書いてあるじゃん、うんまあ、じゃあ結局この流れなんだね。はい、うん、かっこいいわね。かっこよくないですか。いやだってね将来陰陽師で大事だね。いやまあそうだけど、あのそういうのあんまり能力ない人はあんまりくじ切っちゃダメだっつってましたよ瀬戸内寂聴さんが、うん、まず頭寂聴カットしてきなさいよ。それしちゃう。ついてないから大丈夫。寂聴カットしてきなさい。坊主ですよ。スキンヘッド。スキンヘッドですけど本当によかった俺こう今日十字架をして僕は一応カトリックの家ですから家がね、はい、それは僕はつけて大丈夫ですから一応ちゃんとミサに行って大丈夫します。私も今からじゃああの神道、はい、神道入りますか神道。いやそれはもう入ってください。はい、もうじゃあないのかな最近、うん、こうイメージアップすることがもうきましたよ。もうせっかくね趣味をね、はい、新たに見つめ直す機会だった。ちょっと見つめ直す機会ですよ。やばいっすよこれ。ないっすか最近。ない始めたことも最近始めたこと、まあ、家の掃除、うん、楽しいなと思ったこと最近。いや掃除しながら、家の掃除して鼻歌歌いながら、酒飲むの家の掃除お酒はあの夜だったらちょっと飲むで結局あの普通のさ、ね、それ普通のさ俺も同じだけどさ普通の休日のおっさんやでさ単なるまだでもあの趣味掃除って書いた方がまだね正直だなって思いますよ。こんななんかちょっとかっこつけてやってもいいねインターネットとかスピリチュアルとか書くよりだから俺は趣味散歩っていつも書く。ああいいですね。そういうことですよ。そういうことですよ。まあ確かにそんな徘徊とは言わないですね。徘徊みたいなもんですけどやってることはね
もうなんだこの人もいやもうさ せかくらまあでもねこんなこと言ってますけど、はい、僕き、うん、まあさっき言いましたけど、うん、リクエスト曲聞いた時は、ね、これはまあ、ね、おしゃれだなと思いましたから、うん、はいちょっとじゃあそれをこれぐらいですよ。大丈夫さん。いやでも、もうガチの本格派を選んできた。はい、そう、ガチの、ね、ガチの本格派を。ね、はい、そうですよ。もうじゃあ超歌唱力の高い人を選んできた。玄人好みの。はい、ところだってこねこのピンになったこれを選んできてるわけですから、ね、そうそうびっくりした俺、はい、これはおしゃれだと思いますぜひあの曲紹介をお願いします。はい、はい、ありがとうございます。かっこよくお願いしますよ。はい、玉木浩一さんの田園です、うん、よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、聞いていただきました。ありがとうございます。はい、玉木浩二さんの田園でございましたということで、はい、はい、本格派の歌、なんでこれ選んだんですか。はい、これはあの私が落ち込んだ時に、はい、あのコンビニでたまたま聞いたんですね。いや落ち込んだら酒飲んでればいい。もうやめちゃう。真面目に喋ってんだから。はい、遮りません。マイクにこうやってやってますからね。はい、コンビニで落ち込んだ時に、うん、この曲を聞いて、はい、でそれでその時はああいい曲いい曲だなっていうかもうね、でその後に、ええ、これまたねちょっとね喫茶店で流れてたんですよこれ同じ日に、はい、うん、同じ日なんだね、うん、で、うん、あれああさっきかかってた曲だってで、うん、今度夜ちょっとほらスナックとか飲みに行くでしょ、はいはいはい、お客さん歌ってたのねこれ、うん、ああたまたまね、すごいね、でね、うん、俺落ち込んでって酒飲んだんだけど、うん、いやこれ俺の縁にある縁に縁のある歌だと思って一時期3回も聴いちゃうからそう、はいはいはい、それ聴いて、うん、そこからもう落ち込みからもういいですか。俺一言つったんですけど、玉木浩二さんの田園でした。ね、ありがとうございます。なんで自分でもうパーソナリティみたいに、おじさんの癖なんだよ、長くなっちゃった、ね、まあまあそんなことはです、はい、まあ落ち込んだ時に聞いてね、はい、助けられたってことですね。ううもうこれでいいんだよ。そういうことでコンビニ行った時も多分それワンパック買おうとしたんですよ。鬼殺しの紙パックのやつ、おっさんが飲んでるやつ。やってませんよ。違うか。はい、わかりました。じゃあ次のコーナー行きましょう。時刻は22時35分になりました、はい、ということでこちらの番、コーナー行きましょう。はい、その場で何でもお悩み解決ポエム、阿部学の悩み解決クラブライブパーティ ー、若干神気味。緊張する場面がありました。ちょっとホッとしたね。はい、このコーナーはパーソナリティの2人が毎回お越しいただくゲスト様の悩みにバイオアサイドし、タイムハーツフィーリングな回答で悩み事がリフレインしないようにお悩みをエピローグへ向かわせるコーナーとなっております。すいません、4曲分いつも言葉を使っていただいて。はい、ということで、ね、大体学さんの曲が入っておりますので、ね、気になる方は検索してくださいということで、本日のゲストは俳優の俳優の竹村さんでございます。いや酒飲みのでいいんじゃない。くだまきでいいんじゃない。くだまきやめてください。はい、竹村さん、はい、こちらお悩み相談コーナーでございます。うん、私らに何か、うん、酒をやめる方法にする、ご相談事ということは、まあ、本日のお悩みなんでしょうか。そうですね、まあ、今年に入ってから、はい、ちょっとあることで悩んでまして、まあ、最近はちょっと、うん、まあ、クリアできそうな問題なんですが、電源を聞いてクリア。体重が今年50キロ割ってしまったんですよ、お正月だけ。あれ身長いくつだっけ。身長が172センチぐらいです。あ、確かに何か50は40代になると、ね、そうなんですよ。40代、あ、そうなんですよ。あれじゃん、そうなんです。170いくつで40キロの後半っつったら、なんか、はい、あの女性のなんかモデルさんのちょうど体型ぐらいじゃない。そうですね、や、ちょうどいい。お正月に、まあ、健康ランド行った時の健康いや、すみません、健康ランドってのは、まあ、じゃねえかよ、もう。まあ、いいです、いいですよ、お金行くとこなかったんですよ。もう、もう出しちゃった方がいいですよ、こういうの。なんかカッコつきちゃえばいいですよ。行った時に、あの体重計乗ったんですね、裸で、うん、はいはい、そしたら、うん、49.5 キロぐらいだったんですよ、うんうん、やっべ、マジかよって思って、うんうん、で、そっから、うん、ちょっとサウナにちょこっと入って、うん、でだよ。いや、あんまりほら痩せすぎると怖いから、汗で。それで 49.0 ぐらいまで行ったのかね。500グラムぐらい落ちたのかな。さらにちょっと、ね、ちょっと落ちて、で、その後出て、うん、急いで、うん、ビール飲んで、いや、まず一杯目ビールじゃん、まあまあ、サウナでしたから、ね、うん、で、その後に気持ちわかる、ちょっと食べようと思って、はい、ラーメン食べて、太りやすいですよね、うんうんうん、ラーメン食べて、うん、で、また
家ち帰ってビール飲んで、うん、で少しようやく50キロいったかなみたいな感じで、はい、でしばらくそれがあのお悩みは何ですか。もうちょっと太りたいっていう。太りたいんですね、うん、そういう太るにはですね、はいはい、いやだからねこのねこのこっちの二人はもう太りやすい体質なのよ、うん、もう食ったら食っただけ太るからさ、うん、めっちゃ羨ましいよ、うん、まずあのそんなしょっちゅうビール飲んでるって痩せてるってことはもうちょっと体病気っていう可能性もありますからね。健康の方が怖いですけどね。あ、まあ、確かにね、ほらうん言ってますよ本当に。あの飲んじゃうとあんまり食べない時もありますね。あ、食生活どうなんですか。食生活は、うん、あの最近はあのご飯炊いて、はい、食べて、うん、で、ご飯炊いて食べる白飯だけですか。おかずないんですか。いやおかずはまあおかずがビール適当に。あのビール麦でね、うん、でも俺ね今たけちゃんが言ったみたいないんで俺飲むと絶対食いたくなるから、うん、あ、わかります。食べるのがどんどん増えていく。あ、本当ですか。わかりました、うん、つまみ欲しくなっちゃう。味濃いもんがね。酒飲んでお腹いっぱいになって何もつまみとかいらないっていうにはなんないよ。でもそっちの方が健康的ですよ、うん、そうなんだ。どん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 太るよ。だからでまず体質を改善しないとダメですね。体質ですよね。もう体質全部で落としちゃうんでしょうね。なんかね、あとラーメンつってけどどうせ多分あれ普通の醤油ラーメンみたいなんですよね。豚骨、豚骨本当、うん、醤油豚骨みたいなこってりな。そうこってり系でこんな痩せるとちょっとすごいよね。羨ましいな。羨ましいな。いつも毎日カロリーミット飲んでません。それないけど。ないですか。太りたいっつって。あの中華とか食うじゃないですか。フラフラフラってくるんですよ。いやでも足りてないじゃないですか。足りてないよ。途中でなんかめまいがして。ちゃんと3食食ってんの。3食は食べれないですね。そこからですか。食べれない、ね、あの食べれないっていうか、あのなんか食欲が、食欲がないの。だからそういう体質になっちゃってるんです。いいな、俺なんかもう慣れちゃってるっていうか5食ぐらい食いたいけどね。そうですね、だから、うん、痩せるためにその1食にしてるんです俺らは。俺もそう、俺もあの1食だよ。でいやもちろん慣れるじゃないですかそれで。だから1食でいいんですけど、それでどんどん落ちますけど、普通の人は3食食うらしいんですどうやら。米も3回、うん、みんなすごいなと思って。だからそれは元気だなと思って、そう思っちゃって元気だなと思って自分で1食しか食わないから、うん、ずっとそれがもう体に馴染んじゃってる、まあ、お金を節約してる時もあるんですけどね、うん、だけどまあ別に金の話しちゃったら太れないって。その病的に太るしかないって。あ、そしたら食べることですよね。だから普段何食、ね、何食とか好きなんですか。なんかほら日本食とかご飯とか中華とか、とかパスタとか、もうね食べたいものを食べる。あの要は、カレーとかラーメンとか、パスタとか、うん、ピザとか。小学生か。いやいや子供が好きなの好きなんですよ。あ、じゃあいいですよ、そ、うん、趣味それでいいんですよ。なんかなんかそれでなんか安い、うん、あのなんか、うん、食い回りみたいな。いや、ジャンクすごいな。卵焼きを乗せた、うん、あの、あ、目玉焼きをお子様ランチとかにしてくれるんだ。だいたい全部乗ってるよ。かわいいね、全部乗ってる。目玉焼き乗せた焼きそばとか、うん、あ、ありますね。美味しい。うん、なんかまあそういうのこだわっていろいろ食えば、うん、じゃあお祭り行ってないんだよ、うん、たこ焼きとか焼きそばとかそんな食ったことないやつとかに興味ないですか。あ、ありますね。それでビール合わせたいと思うと食うじゃないですか、うん、あ、そっかそっかそっか。各国だ、うん、今日ねボンちゃんの、うん、ボンちゃんモンゴルだよね、スタッフのね。モンゴルのビールってあります。モンゴルビール飲んだことあります。モンゴルビールあったっけ。多分ないかもしれない。ないですね、うん、そのモンゴルビールに合う料理とかもありますもんね。ほらほらほら食ってみたくなるんじゃない。そしたらあ、なんか興味が湧いてきました。大体ビールだったらなんか油っぽいもんなのかな、うん。ごめんね、ボンちゃんね、急に言っちゃって、ね、ありがとうございます。スタッフのボンちゃんがいます。ちょっとなんか興味湧いてきた。モンゴル出身のね、うん、うちの女性、あの番組担当の女性スタッフの方が、はいはいはい、もうそういう風にいいね。あ、ボロです。ボロさん、ボロさん、あ、ボンちゃんね、ボロちゃんね、ボロちゃん、ボロちゃん、モンゴル出身、ボロちゃん、うん、モンゴルビールか。後でさ、そういうの聞いてね、ビール好きっすか。ほら、いろんな人のビールのほらあんじゃ趣味がありますよね、うん、ありますよね。ビール大好き。学さんのビールのその組み合わせとか、うん、ビール好きなら人のビールの組み合わせ、うん、本当に美味しいかっていうのを検証するみたいな YouTube でやって、そっか、食いまくればいいんですよ。そうだ、あれ YouTube チャンネル持ってるんだっけ、たけちゃんは。作ってないですね、まだ。じゃあそれちょうどいいじゃん。ビールチャンネル、竹村勇樹のビールにトライみたいな、ビールに勇気みたいな。うまい、いいね。ね、そういうの実績を兼ねて、そう、OM さん、いいかもしれないね。そうか、そうか。そうするともう、
ちょっとだけでもいいけど、これ仕事 YouTube 撮んないといけないからっつって食うじゃないですか、そうすると体がもう3食とか5食とかが受け付ける体になるんですよ、あれいいんじゃない、ゲストを呼んで必ずそのゲストと2人で対談しながら飲むって、あいいじゃないですか、面白い、ゲストが好きな、そのビールとそのなんだ、ね、付け合わせみたいな、そのつまみみたいな、それちょっとうんち食いながら、そのゲストさんのやつで食うっていうの、うん、いいだろでもこれだから自分でお腹ちょっといっぱいだなと思っても、うん、好きなビールあるし仕事だと思ってちょっと一口は食わないと失礼じゃないですか、まあ、一口は食うじゃないですか、うん、そういうのやってたら多分どん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 太っていくんじゃないですか、なるほど、彦丸さん方式ですよ、なるほどですね、はい、解決しましたね、皆さんすごい今日はかなりかなりいい感じの、かなりいい感じのあれだな、お悩み相談だったすごいなんかその人にちゃんと YouTube チャンネルまでね、ちゃんとがっつりやりましょう、ディレクションしてしまったという、うん、すごい、ぜひはその時はぜひ学チャレンジ、学さんの楽曲使ってください、ぜひぜひ使ってくださいついでに付け加えていただいてありがとうございました、はい、そんな、はい、痛いのお悩み解決でありがとうございます、解決できました、うまくまとまった、はい、初めてうまくまとまった番組始まってようやく、ようやく、はい、もうなんかちゃんと、もう学さんの曲をちゃんと使って、まあ今までとんでもない質問が多かったんですけどね、そうですね、ちゃんとした質問だったかもしれないですね、よかったよかった、はい、そんな感じで解決しましたので、しましたね、はい、じゃあすごいなんか綺麗にすっきりいきましたね、ありがとうございます、曲をいきたいと思います、曲をじゃあそろそろ、はい、最後いきましょうか、じゃあ学さんよろしくお願いします、じゃあまた私の、この CD に入ってるタイトル曲ですね、はい、エピローグです、聴いてください、どうぞ、どうぞ、we'll be right back.
シュッとしてる。いいですね。はい、聞いていただきました。ベガさんのエピロールでございました、はい。ということで、もうエンディングでございます。早いですね。もうくだらない話しかしない。はい、竹村さん、じゃあ告知ございましたらお願いします。はい、かしこまりました。特に予定はないんですけれども。ずる。はい、はい。映画の。コロナでちょっと延期になってました映画の撮影が、そろそろ、始まります、そちらの方で、私とブログアメブロツイッター、インスタグラムで、流してますのでまだまだ皆さん、ぜひ登録してください。以上になります。はい、はい、まあ、SNS でね、はい、竹村さんに検索していただければと思います。登録お願いします。いろいろと出てきますので、ありがとうございます、はい。ということで、学さんありますか？俺は主催が4月の23日池袋オンリーでありますので、うん、来てくださいというのと、はい、あと阿部学 TV という、YouTube チャンネルをやってますので、それぜひ見てもらいたいなというところでしょうか。まあそうですね、もう阿部学で調べても YouTube 出てきますから、ね、そうですね、ぜひ、うん、ああと思って、153人という非常に少ないまだチャンネル登録するので頑張りたいと思います。はい、わかりました、こちらの番組、次回は4月の13日の火曜日でございますので、はい、はい、その時も、ぜひこちらクリックしていただければと思います。ぜひ見てください。はい、それでは皆様ありがとうございました。さようなら。